TT もうちょっと下げてほしいよね。配当利回りもうちょっと上げてほしいなって感じがするけど、移動平均線全部下向きだし、なるほどね。決算プレイは今回急騰してるやつもあるけど、急落してる値段でちょっとね、 BPS も超えてきてるからね。5月配当のものを5月に買わない、その前の月からが4月か、そこで押し目があってチャンスがあったならば、配当時直前のここあたり段階でどれぐらい買ったところから上がってるんだろうってことで判断。5月の12日の夜の9時だね。いつも通りライブ配信やっていきましょうか。まあ日経平均は上がってるんだけども、個別銘柄ごとに見ると急落してる銘柄結構あるよねっていう状況の中で、まあマーケットが開いてくると、で東京エレクトロンの決算後の動きね、ここあたり結構やっぱ注目だから、みんな見てこうね。やっぱし上がっていけばいいんだけど、下がってくるってなってくるとちょっとまた状況変わってくると思うし、あとは消費者物価指数の発表も控えてるというところで、日経平均はどちらにしても我は重たいと思う。 EPS が切り上がんないんだよね。乱高下激しいっていうか、本当に。でドル円はね今155円の70銭台、円安に行っちゃうとちょっとそのダメだねって感じかな。円安はなんか下落の元なような感じがする。はい。あと、東京エレクトロンね、今分析してくださいって言った人いたんだけど、決算後の動きなんで、はっきり言って、見てください。明日の板の気合、見てからですね。これでしょ？これが、決算後、上がらないで下がってきたら問題やけん。ちょっと全体もしかしたら押してくれるかもしれないけん。上がってくればいいよ。明日行こうね。明日ね。下がってきたら、大きく下がってくるような変な動きが入ってきたら、ちょっと全体警戒。アーさん 9432NTT 持ってないけれども安くなったら買いたいです、分析お願いしますって感じかな。 OK です、やっていきましょうか。はい。はい。NTT っすね。こんな動きしてるんだけど、安くなったらね、RSI の上値ライン見ながらでいいんじゃないかなと思うけどね。こうあたりのライン抜けてるんだけど、さらに MACD ゴールデンクロス形成して、さらに上がってくるかどうか。うん。ここも一旦決算後に下がったからね、バッてね。瞬間ね。ちょっと待って。間違えておっしゃった。もう一日見てみよっか。ねえ、ここに関しては。買いたい。今日なしのここあたりのレッドゾーンはちなみにここだったと。で、ここを割ってくるかどうか。まあ、明日の動き次第だよね。ここに関しては。需給は、確か重かったと思うので、大怪獣、金子さん、サブチャンネルで分析ありがとうございましたって。NTT 名称変更の噂って、あ、そうなの？俺そこ知らんかった。名称変更のことに関しては。まあね、新ニーサとかでも人気ではあるもんね、ここあたり。169円だしね、株価はね。もうちょっと下げてほしいよね。配当利回りもうちょっと上げてほしいなっていう感じはするけど。もう一日見よっか！とりあえず、下髭伸ばしてるけどさ。もう一日見てみよう。で、そこからちょっと反応考えようよ。移動平均線全部下向きだし、今のところね。はい。これちなみにここで下髭伸ばしてるのは、ボリンジャーバンドのマイナス4シグマにタッチしたからだよね。そこは、やっぱその大型株かけることのボリバンのプラマイ4シグマってところに当てはまってるかな。マイナス4シグマタッチしてから、そこから、まあ下髭伸ばして戻してきたと。ここはね、結構やりやすいっていうか、狙い目なんで、はい、狙っていけた人はおめでとうございますって感じかな。ただね、NTT に関しては分かりにくい動きはしてるよね。これが瞬間的な戻しなのか、持続的な下落なのかっていうのを見極めるべきだとは思う。ちなみに、高値からの半年は、ここからなので、1月23日ってことは、信用取引で高値で買った人たちは7月の23日には売らないといけないんですよね。はい。ここを通過するとちょっと需給改善期待で上がってくるかもしれないっていうところを見てからやっていくっていう形だとは思うよ。っていう感じかな。うん。何？日本電信？電話新会社名称何になるのかなって知らん。もう NTT でいいけどね、普通に NTT で。うん、わかりやすいし、あえてなんか、みんな知ってる名前を変えなくていいような感じするけどね。やはり、投げ売りかって、投げ売り銘柄結構多いよ。うん。っていうかな、なんかね、あれ？ちょっと待って、でも、なんかね、違和感あんだよね。ちょっと待って。さっき一回確認したんだけど、やっぱ違うよね。びっくりした。うん、びっくりした。これ、トレーディングビューさ、狂ってるやん。意味がわからん。なんで169円なのこれ。これバグです、皆さん。バグ。やっぱしゃ。俺さっき一回さ、画面切り替えて NTT もう一回やったじゃん。あれ、こんな動きだったっけって思ったんだけど、もっと下がったよねって思って。これ162円です、今。162円。うん。やっぱし勘違いじゃなかった。なんか違和感あると思ったんだよ、これ NTT。こんな切り返したっけ決算出てからと思って。NTT やっぱり違ったよねって。違った。びっくりした。169円ってこんな下髭伸ばしとったっけみたいな。
162円だよね、これね。はい。あの、違います、これ。急落は3日待てですね。ということは。うん。バグることもあるんだって。うん。バグってる、これ。さっき切り返してからこれも一回出したでしょ。なんかおかしいなと思ってから。当てにならんな、トレーディングビューって。まあね、マーケット閉まってるからね、なんかあの、影響があるのかもしれないね。太陽フレアのせいだって。そうなの？サーモンピンクの影響かって。それはね、ちょっと関係ないような感じはするんだけど。まあ、とりあえずあの、急落は3日待てですね。確か配当利回りが今 3.2% ぐらいだったと思うね。うん。3.2%。はい、下がって。はい。とりあえず急落3日待てで行きましょう。もう一瞬、もうこのままで分析しちゃったよ。ごめんね。7円は大きいって、大きすぎる。7円は 3% 以上違うやんと思って。自分の方もバグってますって。だよね。うん、162.3 円だね、これ。あの、162円だね。はい。だいたいそこあたりだね。うん。NTT から NPP って話を聞いたようなって。どういうこと？あとみんな分析してほしい銘柄があったら、銘柄コードと銘柄名をチャットの方に入れてってください。よろしくお願いします。でも、NTT 以外さ、あの、バグってるか？チャート見て。三井松島。はい。にゃんころじさんかな？ 2962 円で、あ、おめでとうございます。100株しか持っていませんが、一旦下がっても決算持ち越そうと思っています。分析お願いします。まあ、いいんじゃないんですか？うん。決算持ち越そうと思ってるんでしょ？一旦下がっても。決算プレイしようとしてるんでしょ？やったら、決算プレイしてみたら、通常だったらね、ここで一部利益確定売りだよね。上髭伸ばしてきてるんで。あとは、メンバーさんは、シャープ64の動画を見ててもらったら、64だよね。いいと思う。うん。もしあれだったらね。はい、もし今のところそういった気配ないんだけども、一応シャープ64の動画とか、そこあたりも見てからやっていくって感じかな。普通ね、こうやって上髭伸ばしたら、一旦利益確定売りしてた方が、やっぱし一部でもね、いいんだけど、はい。そんな感じですね。うん。羨ましいって。そうだね。2900円ぐらいで買ってるならば、もう決算プレイは全然 OK ですわ。はい。もう3割ぐらい上がってるわけでしょ？ 3 割、4割。やったら全然やってもらっていいんじゃないかなっていうふうには思います。スライスできないってね。普通やったら一部スライスしたいところなんだけどね。このあたりは。はい。そんな感じです。上髭が気になりますねって。そうだね、グッサンさんね。上髭だけがね、うん、気になりはするけれども。はい。まあ、100株だけしか持ってないっていうことやったら、決算プレイでいきましょうっていう感じかな。うん。よいよいさん終わりね。3985円。これもバグってんの？どういうこと？1518、3985円やん、これ。ここもバグってるで、三井松島の値動きも。これもバグってる。エンディルティアさん。うん。これね、3985円だって。なんかさ、変だぞ。株価も確認しながらやろう。そういうことやったら。で、ハウス食品は、これこそ急落3日までですね。はい。安易に、これバンドオフに発展するかどうか見に行かないといけないんで、しっかりとそこ見ていきましょう。ちなみに、この200日移動平均線ラインで、頭取って下がってくることに関しては、なんとなくその決算は、不確定要素なんだけど、わかるんですよね。ここあたりに関しては、なんでここで頭取って下がったってところは。で、あとはその200日移動平均線と長期のラインが、すべて断続的にデッドクロス形成をどん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 と入れてるわけじゃないですか。50日移動平均線、この青のライン、水色が75日、黄色が100日移動平均線、全部200日ピンクのラインとデッドクロス組んでますよね。この後って悪いことが起こりやすいんですよ。で、直近のここのね、安値ラインも終わってきて急落して、ここまで行ってるので、とりあえず急落3日待ってでいいんじゃないかなっていうふうにはもう、すぐに飛びのつくんじゃなくて、2、3日断続的に同じような方向に動く可能性っていうのを視野に入れてやっていくって方が安牌だと思うよ。はい、急落3日待ちましょう。で、あとはフィボナッチラインをちょっと引いておくんだけども、そうだね。ここあたりから引いとこうか。こういったラインをちょっと意識してずれた。やっていけばいいんじゃないかなっていうふうには思うかな。おっと、あれ？なんか変だったぞ。うん。こういったラインね。はい。レッドゾーンが、423.6% 戻しラインが2835。で、361.8% 戻しラインが2902円かな。はい、そんな感じです。5398リクシル。5398、ん ?5938 ね。5938リクシル。長期ですね。1700円で100株持っています。下がったら買います予定だったのですが、上がってきていて、売り時迷ってます。分析お願いします。長期です。はい、リクシルは。あと、エントリーのタイミングで300入れてほしい。100株じゃなくて。上がってきた時に分割売りができないから、そもそものところエントリーのタイミングで、300株買うっていう感じかな。うん。え？これって長期じゃないの？短期でやるの？決算も通過してるけど、配当利回り高いじゃないですか。これやる人って結構やっぱし短期よりも中長期的なんで、まあ、株だけでしょ？ 61.8% 戻しラインはここだから1850だから、もし短期で狙ってるんやったらここで一部売っとこうかってアドバイスするんだけど、100
株だったら売り切りだからな。300株は買ってて欲しかったな。これやる、こういったのやるんだったら、そんなにその100株あたりの単価も18万ぐらいで買えるからね。ちょっとあれだな。あれかな、あの、決算見てバッて上に上がったから拾いに行ったって感じかな。バンドク日柄調整が入ってパラボリックマック D が上昇トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日台までの軌道修正は起こりやすい。で、そこを抜けて1本トレンド出て、RSI も上値抜けて、で、ストキャスティックスだけなんだよね、金すきみのラインがね。なので、まあ、とりあえずここ、1850っていうところを見に行くっていう形だとは思う。うん。みんなもあの、しっかりね、あの、300株最低でも、3単元は買いましょうね。最低でもよ、ミニマムでも、ワンショットあたり。そしたら、あの、打診で入ったとしても、打診で入って上がったとしても、売り上がることができるので、で、100株だけだったらもう売り切りだからね、その後上がってっても、もうあの、指を加えて見てるだけだから、うん。300株は買ってほしいかな。まあ、とりあえず黄金比率でも、やっぱり窓が開いてるんだよね。まあ、とりあえず1900とか、そこあたりも、窓目まで行ってくれたら嬉しいよねっていうふうに思うんだけどさ。うん。まあ。半値戻し買って、今ちょうど半値戻し。うん。ちょうど半値戻し。ちょっと見ようか。上目線でっていう感じ、もうちょっとね。はい、そんな感じです。3単元了解です。三木亭さん、そうっすね。3単元ね。最低でもね。はい。つむぎさん、300株一気に買うの怖い。あの、それはね、多分まだあれなんだと思うね。うん。投資金額がまだ、ここのものとないっていう段階だったら、確かに300株一気にバッて買うのは、資金の大半以上占めてしまうので、怖いっていうふうには思うとは思うんだけど、うん。人にもよるからね。やっぱし、投資資金100万円だったら3単元そもそも買えないっていう人もいるだろうし、そこはあれなんだけど、でも論理的に考えると戦略の幅を利かせるんやったら、3単元は持ってた方がいいよねっていう状況ではあると思うよ。セブン銀行、急落は3日までです。これ大丈夫？株価。267.3 円。合ってるね。持ってませんが、1000株打診買いを検討します。分析お願いします。急落は3日までです。3日4日見てください。2、3日見てください。で、3日目4日目に自立反発が入らないかどうか見る。ストキャ RSI マックD、RSI の上値抵抗ラインは、ちなみにここであったりとか、あとはこういうところになるんだけど、はい。急落したら3日待つだよ。あの、これ、合言葉、付箋に書いて画面にペタって貼っててください。急落は3日待て。はい。急落は3日待って急落して、すぐに翌日上がってくこともあるけれども、あるよ。否定はせえへん。だけど、その確率と、こういう風に急落した後、翌日も下がり続ける確率、どっちが高いのかっていうと、後者だからね。第一で言うと。だから、あえて薄い方を狙ってやっていくんじゃなくて、翌日こんだけ下がったら反転するだろう。もちろんあるよ。ボリンジャーバンドのマイナス4シグマに、タッチしたから、翌日マイナス2シグマぐらいまでの戻しが、自立反発が入ったりとかもあるんだけど、基本的には2、3日待つ。そう。で、3日目、4日目に反転の兆しが出てくるかどうか。で、もし3日目、4日目、2、3日経っても、2、3日経過した後に、下落方向にバンドーク発生したならば、バンドーク終了の際を見る。はい。そういった形ですね。急落は3日まで、そう、電柱さん。そう。任天堂の反発なんかは、たまたまだと考えるべきなんですね。って、基本的にはですね、あとは板の気配見るってことですね。はい。板の気配見る。たまたまかどうかっていうところに関しては、板の情報、出来高の情報とかっていうのを、総合的に判断するって感じかな。翌日すぐね、反転する時のね、パターンとかもあるんですよ。メンバーシップ内でしか言ってないから、ここで話さないけど、はい、あるんですよ。そういった感じかな。急落は3日待って、この関係を守れなかった私はオムロンでダメージを食らいましたって、うん、下落方向にバンドオークを発展したら、もしものことを考えないで、突っ張りすぎ、もう、入れすぎやね。今日の俺みたい。ジャン玉、マジで、最後、マジで意味わからん。4位になった。さっきやって。喫茶店で。もう、マジでもう、信じられない。三菱 UFJ、1400円で、100巻持ってます。追加検討してます。お願いします。決算見てからやるかどうか考えたらいいんじゃないですか？1400円で100株。まあ、日銀動いたら、金利上がったら上がるんだろうけどね。バンドオークになるかどうか見たいね。日足がボリンジャーバンドのこのプラス2シグマ上の青のラインに沿って上がるようなパターン。で、追加で買いたいんですよね。ちょっとどうかなぁ。まあ、決算見てからだね。そうしよう。もう決算近いんだから、ここで2分1かけてもしゃあないじゃないですか。決算、ここで、ワンチャン上がるかもしれない。これ、かけてやるのって、やっぱし、無謀だと思うので、上がったらちょっと上げられるしかないんだけど、とりあえずもう、こういった局面で買うっていうことは、
もうあの、これ狙、あの、このプレイをやっていくっていう形だから、はい。見てからかな。うん。UFJ 壁を制してたのかって、うん。壁ドンパターン制してから上の方にスルスルスルって上がってったね。はい。うなぎさん、決算プレイ全敗中なので、三菱 UFJ はポジション軽くしましたって。うん。決算プレイは今回、あの、急騰してるやつもあるけれども、急落してる銘柄めっちゃ多いからね。はい。電柱さん、電柱さん、決算プレイは超反爆地で、そうだね。特に、あの、今回の決算プレイは超反爆地すぎる。上がったら上がるけど、急落、あの、下が、あの、決算悪くて下がったら急落だからね。結構な下げ来るからね。今回の決算シーズンは。売りが、あの、売りよりも買いの方が圧倒的に多いので。はい。銀行はまだ上がりそうだけど、結構上がってるからなって。まあね、BPS も超えてきてるからね。うん。銀行の収益は改善はしてきてるんだけど、あの、そこ見てからやりましょう。なんか日経のニュース出てたよね。何兆やったっけ ?3 兆円なんか X で情報流れてきたんですよ。何やったっけな。キャノン、トムズ13さん、4000円で300株持ってます。OK です。はい。9%、8%、9% ね。買ってます。4500円で200株売って、はい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 。残り100株持ってると、残してます。ホワイト銘柄なので100株持ち越そうと思っていますが、来月配当なので、再度インできたい。できないかタイミング見てます。決算後急落したらタイミングで変えて出てればよかったのですが、分析お願いします。はい、あのここですね。うん、そうだね。もう来月決あの69なんだよね、キャノンがね。キャノンとかあと JT とかが69違う62だったっけ、配当月が。だから来月配当のものに関しては今月買っておかなくちゃいけないんだけども、まあお締め来るかどうかだよね。これがもう一発下下げてくるなら、あの来月に向かって拾っていくっていう形になるとは思うんだよ。うん。で、今の段階では、あの、4500円で200株売って、1000円取れてるわけですよね。いっちゃうと100、あの、100株に対しては、500で1000円取れてるわけでしょ。ということは、今の4000円で、あの、買ってると思うんだけども、実質さらに1000円下がった3000円で買ってるのと同義じゃないですか。この銘柄100株だけ残してるってことは、4000円で買ったけど、あの、500、あの、200株売ってから、500のプラス1000円取れてるので、残りの100株に関しては、その、あの、1000円分の利益が乗るから、実質3000円で買ってるのと同じですよね。意味合い的なところで言うと。やったら、もう、あの、そこに関しては、もう、あの、そのまんまっていう形でいいんじゃないですか？来月配当月だし。はい。そこに向かって、ちょっと中長期で持っていくっていう形でやっていけばよろしいんじゃないかなというふうに思いますけど。はい。長期の資産だよね、これ。やっていこうとしてるんですよね。うん。かまたの資産、キャノン急落前に利確しやすしたまぐれでって、あー、買い戻したのそれで。こういったのって、やっぱ、急落か3日待ちじゃなくてから翌日パーンって跳ね返すパターンなんだよね。こういったのって、時期的な要因によるよね。うん。4月の26日、決算後パーン下がったんでしょ？翌々月がもう配当月なので、やっぱし、そういった場合は、こういった風に上がってくる場合もあるよねってところを覚えとけばいいとは思う。はい。及川さん、来週ってかもう今週は取引難しい。米国株は一旦利確しました。日本株も一旦ポジション解消しましたって。あ、そうなんですね。僕は、キャッシュ比率は 30% です。はい。キャッシュ比率は 30% のままです。うん。どうしようかなっていうふうには思うけどね。いや、狙ってる銘柄あるので、買い向かいたいなと思ってるんだけど、まあ、とりあえずその消費者物価指数が近いから、キャッシュの余力はしっかり残しつつ、投げ売られてる銘柄を買いに行くっていう感じっすよね。You Google さん、利確した後の株価ってそう考えるのですね。知らなかったですって。うん、だってそうでしょ？はい。キャノンで、取った利益に関してはキャノンに乗せていけばいいじゃないですか。うん。ということだよね。はい。いいと思いますよ。え？みんな合算で利益とか見てる感じなんかな。僕って個別銘柄ごとに利益こんぐらい積み上がったねとかで、元金相当額抜いちゃってから利益部分だけ残したりとかしてるけど、運用とかって皆さんどんな感じでやってるんですか。みんな全部まとめて合算でやってるの？個別銘柄ごとにトータルの利益とか見てないで、例えばキャノンで例えば過去1年間遡って100万利益取れてますとか、例えば東京さっき与えた東京エレクトロンで300万利益取れてますとか見てないんすか。僕は見てますけど、個別銘柄ごとにも。で、その銘柄で過去利益が取れてるんやったら、今下げてるけど、まあ、回収トータルで言うと、この銘柄ではプラスだから、そのままでいいかな、みたいな感じで思っちゃったりとかするけどね。はい。僕の場合はですね、お客さんにもそう言ってたよ。うん、お客さんにもそう言ってたよ。全部合算なんだ。いや、それも悪くはないよ。全部合算でも、最終やっぱ資産がどれだけ増えたか減ったかってところなんで、はい、いいんですけど、僕はだからほら、例えば、最近やったって言ったじゃないですか。例えばよ、金額は例えば1000万、1億って言ったらダメって言われたから、1000万で言うんだけど、1000万投資しました。それで1500万になりましたと。で、1000万円部分だけ売却してから、利益部分はそのまま残してから運用する。
はい。別にそれは下げても構わへんですよね。利益だから。うん。僕は、そういった形でやってますけどね。だから、利益部分で買ったものが、利益だけ残した分が、元本割れして下がったとしても、はい。別に、いいや、みたいな感じで。これ利益部分だし、みたいな感じで。見ちゃってるけどね。はい。高配当銘柄で 30% 以上利益が出ているのですが、利確するか悩んでいます。今の話はとても参考になりますと。まあ、高配当銘柄迷いますよね。確かにね。なんか他に買いたいものがあるんだったら元本部分だけ引き抜いちゃってから、利益部分だけ残して、他の方にまた資金を向かわせるとか、そういったものもありだよね。そこだけ覚えててもらったらいいんじゃないですかね。そんな感じです。はい、感じです。まあ、とりあえず、キャノンに関しては、まあ、もうちょっと、4000円で持ってるんやったら、ワンチャン、まあ、今月下がってくるようなことがあったら、まあ、買っていくみたいな感じでいいんじゃないかな、というふうに思うかな。はるはるさん、合算で全体見つつ、個別を見て、そう、うまく運用できなかった銘柄、自分の考えと合わないと判断して、投資比率を下げるようにしてますって。うん、それでいいと思いますよ。ポンスケさん、バンダイナムコ、7832、バンナム強いもんね。うん。ちょっと待って、7832。5月9日の決算を受けて翌日窓を開けて跳ねました。3000円で300を保有しています。あ、おめでとうございます。はい。いかがでしょうか？はい。いいんじゃないですか？まあ、バンド、上げたところから下がってるのはわかるけど、これ値段は同じだね。うん。ボリンジャーバンドのプラス4シグマにタッチしたから下がったんでしょ？これもわかりやすいよね。4シグマ超えてから5シグマぐらいまで上がってるから、ここは一旦上、押してくるかもしれないね。利益確定売りが出やすいとこだよねってのはわかる。このままバンド続くかどうかっすね。5日と200日のゴールデンクロス形成を見えるし、25日ラインも切り上がってきてるじゃないですか。で、100日移動平均線黄色のラインと75日移動平均線が目の前に存在するんですよ。断続的なゴールデンクロスがこのまま上がっていくと、日足と25日ベースがね、どんどんどんって出てくるから可能性があるので、それやったらちょっとあれだよね、上値追ってこうかみたいな感じになるかな。まあワンチャンここあたりでね、もし上がったら売っててもいいけど、3200円ぐらいで直近高値ラインでしょ。で、ダブルボトムのネックラインのここの実践部分の高値ね、3237終わりでベースで抜けてきて、バンドオークが続くってことならば、バンドオーク終了サイン。てか、基本的にね、これ多分、このまま上の方に上がってくるなら、バンドオークなんで、バンドオークはバンドオーク終了サインが出るまで放置って形でもいい。はい。で、バンドオーク日柄調整が入って、パラボリックマックには下落トレンドを形成して、一旦下がりそうだな、ボリバンの地方線25日まで。っていう動きになった時に、例えば一部吐き出す、売っちゃうとか、もしくはこういった節目で一部売っておくとかね。300持ってるんだったら、100株で残り100株はもうちょい目指していこうとか、今ここで売ってここで売ってって言ったけど、これ一概にはない、そうではないけど、そういった形で見ていけばいいんじゃないかなっていうふうには思います。バンダム自分持ってますってね、ガンダム好きなのにね、バンダムね。サザビーがここまで来たぜ。イエス、赤の来て肉はないけどサーモンピンク、うん、バージョン過渡期ね。うなぎさん、断続的なゴールデンクロス間近なのでいい形って、そうだね。通常はやっぱしゴールデンクロス形成は上昇のサインだし、デッドクロス形成は下落のサインなわけじゃないですか。で、ゴールデンクロスが連続的にこうどん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 って入ってくる来そうな形ならば、上昇圧力が論理的に考えると入りやすくなるわけじゃないですか。さらにね、一つのラインと5日移動平均線はゴールデンクロス組むっていうだけじゃなくて、3本4本連続で入りそうだな、やったらテクニカル的な考えではその後ちょっとまだいいこと続くかもしんないねっていう風に判断するから、そういった形で見とけばいいんじゃないかなっていう風に思いますけど。はい、J フロント3086、 J フロントリテイリングだ。久しぶりだね、この銘柄やるの。お ?1380 円で5000株持ってます。バンドオーク終了のサインをチャンネルで頭に叩き込んだつもりです。そろそろ中央線目指して動きそうと思ってるんですが、いまいち自信がなく、よければご検証をお願いしますって。ボリバの調整25日までの軌道修正は起こってるじゃないですか。はい。MacD もゴールデンクロス組みそうだし。とりあえず、こことここのラインなんじゃないの？うん。いいんじゃないですか？それで、はい。合ってますよ。とりあえず、ボリバーの中央線25日までの戻し見ましょうか。はい。いいと思います。いいと思います。それで行きましょう。はい。OK です。君石さん、買いたい新銘柄信用改ざん多すぎて迷いますって。回転効いてるかどうかっすよね。それに関しては、昨日やったメンバー動画の中で、ちょっと話してるので、受給のところに関しては、そこを参考にしとってください。はい。8058。三菱商事を、おじさんさんですね。3540円で、300株持ってます。基本的には長期保有ですが、高値掴みしているので、損切りするか悩み中です。分析お願いします。まず一つは買わないとこで買ってるとこです。一旦下に押しやすいよねってとこで買ってる。これ、何回も言ってるんですけど、3500円では買っちゃダメ。うん。フィボナッチのレッドゾーン近いし、ダイバージェンス効果も出てたし、RSI の
下値のラインをこの辺りで割っちゃってるしってところで、下げてくる気配がやっぱ出てたんですよね、そもそものところ。これどこ、どういったライン引いたらいいかな。まあ、例えばこういったラインしとくけど、こういった形しとこうか。はい。今、下落方向に、バンドークなるかならないかっていう状況だから、バンドークになるならば、バンドーク終了のサインが出るまで下がってくるかもしんないねって感じ。日足がボリンジャーバンドのマイナス2シグマで、下の青のライン沿って下がる、強烈な下落トレンドを形成してきたならば、これ3385円だね。終わり値が。もうちょっと上だね、これで、ね。バグってるんですよ、今日トレーディングビュー。はい。まあ、とりあえず、まずは3500円でなんで買ってしまったのか。ここで買ったんやったら、そもそも急落3日待てってところのルールを、ま、これが急落3日待てね。こうなったら最悪なんだよね。急落1日、2日、3日目、4日目に、ちょっとだけ自立反発入ってるわけでしょ。一旦急落入ると2、3日続くんですよ。続きやすいんですよ。基本的にはこのパターンの方が発言確率は高いです。翌日すぐにパッて任天堂みたいに、戻すこともあるんだけど、任天堂こうパッて戻してるぞ。急落してからもう翌日上がってるじゃないですか。こういったケースもあるんだけど、基本的には、こっちの任天堂よりもこっちのケースになるパターンの方が多いっすよね。感覚みんなも同じだと思うんだけど、基本下がれるでしょ、連続で。こっちの方が、経験則っていうか、経験してる人多いと思うんですよ、圧倒的に。急落して安いと思って買ったら翌日も下がった。ああ、含み損増えちゃったみたいな。そういった経験の方が多いと思うんですよね。経験をしたことのある人の方が多いと思うんですよね。なので、ここはバンドークになるかどうかってところですね。安く買って高く売るですね。長期で持ったらなおさら、安く買って高く売る。上がっちゃって、バリエーションが割高だなと思ったら諦めるのも、一つやっぱし、ポイント。三菱商事は目先短期狙いながら長期ワンチャン狙えるかなっていうぐらいの、そんな感覚だよね。だから、中長期、スイングであったり、中期で1ヶ月、2ヶ月で取ろうと思ったら、上の方に思いのほか上がって上昇方向にバンドオーク発展した、やったらちょっと、もうちょっと長め見ようか、バンドオーク終了のサインが出るまでとか。で、そこでバンドオーク終了のサインが出るまで待ってたら、買ったところから 20% 上がった。だったら、ちょっとこれもうちょっと長めに持ってても大丈夫だよね、配当利回りも高いしとか、そういった形で買ったからその銘柄必ず上がると思うんじゃなくてから、はい、だから段階的に中期長期どっちにシフトアップシフトチェンジしていけばいいかってところを考えてやった方がいいんじゃないの。例えばさ、どういった銘柄があるかな。さっき分析したんで、資生堂、サブチャンネルちょっとライブしたんだけど、資生堂 NTT とか、NTT とかでしょっか。あれって配当月権利付き最終日近くでも全く動かないで横横の動きしてたじゃないですか。はい。上がると思った中長期で持つつもりだったけれども、なんか配当に向けて上がっていく、いつも上がっていく傾向なのに今回おかしいぞ。でワンチャンこれ配当落ち後下がった場合、200日割ってデッドクロス組んでくるかもしれないとか、それだったら中長期でも長期で持とうと思っていたけれども、一旦売って配当おしまいにで、また安くなったら買い戻そうとかさ、そういった形持っていけるわけじゃないですか。で、予想通りに上がって水準大きく切り上げてきたってことやったら、そこからじゃあ長期で持っていけるね。で、そこでさらに一部スライスとか入れてたら、もう安牌か、もしくはさっき言った通り1000円で1000万で買ったものが1500万になりました。じゃあ1000万だけ元本引いて500万ほったらかしとこう。もうそれはもう長期で持っとこうとか。僕このパターンですよ。後者、最近やったのは。短期で値上がり期待していた銘柄を買ったんだけども、予想以上に上がったんですよ。50% ぐらいね。なので、金額は、なんていうかな、例えばで、1000万としときますけど、はい、1000万で買ったものが1500万になったと。じゃあ、1000万だけ回収して500万放置とこう、みたいな。それで、高配当銘柄ではちなみにないですね。値上がり期待の銘柄だったんで。で、それはもう利益での運用なので、じゃあ、これ長期で持てるね。ってところでも、長期の資産の方に、その銘柄はシフトみたいな感じ。はい。だから、段階的にやっていけたら、もっと、なんていうかな、うまく、中長期の方に資産持ってってその元本を回収した分に関してはまた他のところで投資して同じようなことをやっていくこともできるんじゃないかなというふうに思いますね。これ結構ね、僕だけじゃなくてお客さんにも言ってたんですよ。こういったやり方していきましょうって。それで優待銘柄全体的に集めに行ったりとか、はい、したりしてましたけど、こんな感じですね。青野さん、てっての安陽さん、タマホーム1419は5月に一括配当なので今月末にビビるほど下がります。少なくとも今月中に買うのは全くお勧めできない銘柄ですね。買うのは早くとも
6月後半か7月くらいかと。そうっすね。はい。1419っすか、タマホーム。一括配当は一気に下がるので、配当落ち後に。で、5月末に配当落ちの銘柄を今月買うのは遅すぎる。はい。これは、皆さん言ってることですね。例えば、3区の配当銘柄に関しては、後輩、3区に配当落ちの銘柄に関しては、その前月までに買っとかん、前月あたり買っとかないといかなんかね。例えば、3月やったら2月、9月やったら8月。で、5月に落ちるものを5月に買わない。5月配当のものを5月に買わない。その前の月からが4月から。そこで押し目があって、チャンスがあったならば、そこで打診で翌月の配当取りに向けての上昇を狙いつつ、はい。ここの段階、ここあたりの配当落ち直前のここあたりの段階で、どれぐらい買ったところから上がってるんだろうってところで判断。ここはもうそこから言わんけど、この前メンバーシップで配当の勉強会やったんで、はい。もうここから先は言わへんのやけど、気になる人は何枚やったっけ？シャープ145の動画だったっけ？配当のやつに関しては、勉強会は。最近やった動画なんで、それ見とってください。太陽フレアすごって、too late。別にいいよ、ホライゾン55さん。そんな、遅いけどね。もうあと少しでもあるけど、ね、もう。はい。そんな感じですね。なんか換気扇が動き始めたぞ。はい。そんな感じです。今からこれ買うのは遅いっす。僕の中で言うとはね、早め早めにやっていかないといけないね。高配当だから、ここで買って、ここまたごうとか、もうあれだからね、ダメだからね。これ何パーセント配当利回り。ほら、強烈に下げんだから。一括配当ならば、なおさら。それならば、落ちた後に拾う。もう今の段階では遅いです。はい。そんな感じ。配当は2ヶ月前からチェックって。そうだね、2ヶ月前。だいたいそのリスト作っとけばいいですよ。3月配当、3区配当の銘柄、6、12配当の銘、配当月の銘柄とか、銘柄によって分かれてるから、それを銘柄ごとに、例えばその、リストを作って、この時期はこの銘柄安くなってるんやったら買おうとか、そういったものを、例えばその、手帳なり、手帳？カレンダーなりなんなりもう書いとくとか、事前にね。6月以降の配当に備えましょう。そう。だから今5月だから、今、狙うべきものは6月配当の銘柄ね。もし高配当銘柄ならば、高配当銘柄ならば、今月配当落ちの銘柄を今狙うの遅いので、今から狙うんだったら6月。で、6月になったらもう追って買わないみたいな感じ。もう早め早めに、1ヶ月早めにやるんですよ。こういったのって。チャンスだと思ったら。だからさっきのキャノンとかもそうでしょ。まあ、あれは4月の末にバン下がったから、下がったんだけど、まあ、結局のところやっぱし5月もすぐ上相場だったからね。だからそこを絶好の締めと思って、1ヶ月前ぐらい、1ヶ月ちょっと前ぐらいにキャノンは買われて、それで今、ね、上がってるって形。で、さっきの人はそれで、なんていうか、100貫持ち越してるって形だったけど、こんな感じです。2ヶ月前でもタバコはもう遅いって、タバコはもう大きく上がっちゃってるんでね。そうだね。高値取ってきてなかったっけ？はい。配当月の1ヶ月早めに、高配当銘柄を狙う。そうっすね。大体だから言ってるじゃん。3月だったら2月ぐらいに高配当銘柄狙ってこうかとか、9月も近づいてくるんやったら、8月ぐらいから高配当銘柄ちょっと買いに行こうかとか。僕もちゃんとね、言うてるんですよ。パワーダに関しては。ゴルカスさん、島村、8227。はい。9000円で100株、7500円で200株買いました。7500円で。平均取得単価はいくら？これ取得単価分かれてるってことは、おそらく、信用で買ってるってことかな？この銘柄を。値上がり目的で。それならば、それなら信用で買ってるならば、信用で買わない方がいいよ。感じがする。もし、取得単価分けてるんやったら、島村は俺信用でやったことないよ。この銘柄、ちなみに。はい。この銘柄、ちなみにね。そんな値幅あるか？いや、こう、バンバン、動いてはいるけれども、日中そんな値幅ない、取れないじゃないですか。ここから、8000ぐらいから8200円でしょ？ 2% ぐらいでしょ？もしこれを信用でやってるんやったら、そもそも信用で買うような銘柄じゃないので、現引きありきでもないんやったら、やるべきではないかな、っていうふうに思います。で、基本的には、横の動き、まだ。平行チャンネルの色、バンドのトンネル形成してるので、この範囲内での値動きをしばらく形成した後にバンド多くなるかどうかだとは思うよ。で、9000円で買ったってところに関しては、ちょっとやっぱし要改善しなくちゃいけないところがあると思うので、そこは多分認識されてると思うんですけど、ここは、どこが初動なんだろうね。チャート的なところで言うとちょっと気持ち悪いんだよ。200日がボトムラインとして機能してるところから、まあ、200日久しぶりに割っちゃってるので、ちょっと気持ち悪いんだよね。で、決定的なのがやっぱしここ、これどうなのかな。いや、もうしばらく
らくこのレンジなんじゃないの、横横の上がってくるかもしれないけど、窓開けて急落してるんで、ここ断続的なデッドクロス形成しちゃってるんで、ここはちょっと気になるよね。50日75日100日移動平均線が全部下向いてきてるんですよ、デッドクロス組んで、で200日割っちゃってるわけでしょ。やっぱシュワシュワどうなの、うっせえなマジで後ろのごめん、あのみんなまあいいや、もうそろそろあるから、不正商品の音がうるさい、はい、急に今日になったから、何反応したの、さっきまでジャックで動いてたの。島村こんな感じで、ちょっと中足もやっぱしここあたりの長期のトレンドライン崩れてるんですよ。慎重に、あの長期でってことだったら慎重に、目先短期の値上がりかな、このあたりに関しては。そんな感じですね。というわけで、皆様、今日のライブ配信はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。空気清浄機に切れるって、ライブ中にさ、いきなりブーってなり始めると、やっぱし、嫌じゃん。だからさっきジャックに、自動にしたんだけど、なんか自動的に今日になっちゃった。まあまあまあ、それはさておき、明日のポイント1点上げるとするなら、東京エレクトロの値動き。ここちょっとしっかりめに見ててほしい。で、決算プレイは、超反爆死が過ぎるんで、ちょっとやっぱし慎重に慎重にやってほしいかなっていうところですね。で、あとその15日かな、今週の水曜日は、夕方の配信はなしです。夜のライブ配信だけ。で、9時からライブ配信するからみんな、CPI やれ。今回はめちゃめちゃ重要だね。ほんまに。為替介入入った後の CPI だからね。超重要局面なんで、皆さん、15日水曜日は僕のチャンネルに9時集合でよろしくお願いします。お疲れ様です。撤収。